5枚ポイントです。138だ。38はアメリカのアン。いいな。ジャンル違う。個人ラージの決勝です。しばらく失格組が続きます。お、佐藤さん。スロバキアの、おっと手が上がりました。フィリップです。スロバキアのフィリップ。いいコントロール使います。自ら拍手を用意しました。大丈夫、OK です。完璧完璧。いやー、大笑い。タイム40秒。さあ、カイトナです。どんなハンドリングを見せるでしょうか。空変わりを。狙ってきてます。きっちり走ることができるか。おお、落ち着いてきました。ほぼラインに入り込んで一直線。 OK OK、 完璧です。ここまでは完璧です。さあ、タイムどこまで出す、どこまで出す。オーラー奥まで持ってきました。カイトナやりました。さあ、36秒59って書いておいてください。はい。さあ、カイトナより、あ、バーが1本落ちてしまいました。2本落ちてます。はい、1番。この辺はちょっとまだ若いようです。手が4回。
はこのメタボです。走れ。上りをちょっと集結使います。番号札が倒れてしまいました。売れました。カイトダが完璧なハンドリングしました。あのタイムが世界どこまで通用するでしょうか。大変興味深いと思います。すごい良かった。ねえ、良かったね。完璧だ。36秒で。ポーランド？ポーランドです。ポーランドです。ポーランドのマグダイナ。かなりラインに入り込んできます。しかも、おっと、トラブル。これはもしかしたらさ、はい、これはどうだろう。昔はやってたけどね。ドイツ大会。あそこへ入り込みすぎてしまうと間に合わなくなる。悪いな。ここでいいわ。こけてしまった。さあポジションがないぞ。あ、でもうまくつなげました。失格組が続きます。ジャンピングの失格組が続きます。 OJT の決勝、個人ラージの決勝。どこまで来るでしょうか。ベルギーです、オーストリア36秒台を出してきました。カイトダが100分の4秒勝ってます。ブレました。さあダブルバーを引っ掛けました。コロンビアです、個人ラージの決勝、アジリティのコースです、ジャンピングの失格組が始まりました。失格組の中にはとんでもなく速いのもいます。今やってるのはコロンビアです。
テーブルがブズブズブズ動くんだよ。ずっとしてるよな。ビデオがブレるだろ。フィニッシュに入ってきました。コロンビアタイムはここまで行くでしょう。ポーランドアグネスカです。どこでした強い反対側を回しました。OK です。南アフリカです。個人ラージの決勝ブリーティングコース、ロマデリーがアウトしました。ダブルバーを引っ掛けました。はい、スペインです。さあ出ました。シーソーかなり厳しいんですけども、このジャッジはそうでもないようです
シアのエレーナです。今のところ、ファイトがトップです。失格組です。遠隔を使います。すごいな。あ、これあれだ、コントロールのいいおばさんだ。そう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 、すごいコントロール使いますね。さあ、ここはどう回す。こんなにコントロール使いますね。ねえ、飛び終わった時にも反対方向向いてるという独特のコントロールです。タイムどうだ。いやー、ロシアの方がすごいな。さあ、オーストリアのアンドレアさんはこんなところまでリードアウトしました。違う走ります。大変ダイナミックなハンドリング。はい、やりました。つないでます、つないでます。うまい。かなりのタイム出してくるでしょ、これ。あーコントロールミスです。すごいスピードが出ましたけど。有本さんです。さあ、出ました。どこ行った。さあ、繋いできました、繋いできました。かなりタイトに回してます。さあ、タイム38秒1号のお店です。一緒の回ってて、まだ四角組。おー、あと3頭です。これ次の3頭ですね。スイスのマーチンです。ジャンピングの失格組の走りが続いています。すごいコントロール使うぞ。危ない。手術だけです。マンセル、スイス。あー、ここまで完璧です。A ランプの下りを取りました。手が一つ上がってます。ワンミスです。非常にタイトルになります。タイム35秒72。ハンガリー、サンマリノです。サンマリノ009。そうです、サンマリノです。サンマリノどっか。サンマリノって国の名前なんでしょうか。バーを落とします。あ、ちょっと待って、今の手が
どんな手が上がったのか。シーソーなのか人間なのかちょっと分かんないですけど。バーも落としました。ここも落としました。ダブルバーも落ちました。いい。結局失格です。ここからミスグループです。まずミス4つ、チェロのラドバン・リスカー、この段階では今のところカイトガが取っています。去年アジリティで 4,5 席に入ってます、ラドバンですから。この犬でよく持ってきました。121だぞ。はい、イギリスのアンソニー、121、イギリスのアンソニーです。さあ、どうだ。オーストリアです。オーストリアはミスが3つです。ミスグループ、この人は3つミスだそうです。ドトークの下り取られました。ジャンピングの方でミス3つ取られてしまいました。バックが落ちたんだな。うまいね。すごい、もう飛び終わった時に犬反対方向に進行方向に降りてますから、すごい。はい、ルクセンブルグ、ナタリーです。かなりのんびりしてるところ。誰だ、歌ってやってんの。この辺で歌を歌ってる。
どこ？ポーランドのニーナです。はい、ポーランドのニーナです。このレースタイムが分かりますか？あ、毒オフの下り、おそまきながら手を挙げました。おっと、これは拒絶の手が上がりました。あ、出てきちゃいました。では1回です。オランダのマリノワです。何度も出ました正直です。ちゃんとついてきますから、ね、私、なんだろう、手を残すのを忘れてしまいました。自分一人走ってました。すっぺんゴロリもしてしまいました。これどうしましょう。ラトビアです。ラトビアのあまり速くない OC です。コントロールもいまいちでした。ドコーブの下りが上がりました。シーソーは上がった？上がりました。これ上がるだろうな。どっちだどっち。シャブルバーを引っ掛けました。ブラジルのセシアです。ポジションはいいですけど、もう少しラインに入り込んでもいいように思います。手上がったな。5秒台です。あと仕事いるのか。ミス2つグループ、コロンビアです。ミス2つグループです。早い、10頭ぐらいいますね。まだ10頭もいる。ミス2つ、ドコーブの下り取られました。今のはどうしてあそこで止まったんでしょうね。ちょっと間違えた。ルセンブルグです。ミス2グループが続いています。ドコブの下りが上がりました。これは
がったって。わかりました。シーソーもわかりました。ovviamente si gira come in francese, quattro individuali, non c'è politica, quattro individuali. No, perché io invece posso girare, sia la prima, sia la prima. Anche io, ma è vengono con Bonetto, tutto stesso in mano. あ、レモだ、はい、スイスのレモがここにいます、スラロームの入りを失敗してしまいました。レモのさあ、レモがどんなハンドリングを見せるんでしょうか。おっと、足が動かなくなってしまいましたね。ではよく見て、オランダ、フィンランドです。10番フィンランドのヘイリー。フィンランドです。素晴らしい部屋です。タイムはロスしてます。時間をかけてます。標準タイムが46秒です。ちょっとつなぎ、コロンビアです、この人自身、2投目だそうです。2投目の割にちょっと当たってます。ダブルバーを引っ掛けてしまいました。タイム40秒ドイツです。開催国ドイツです。ミスは2つ、タイムは取られていません。ミス2グループです。ダブルバーも引っ掛けました。タイム35秒のカート。クロアチアの男です。
イギリスのリンダ、ツーミスはこの人までです。この後がこの後ワンミスグループが始まります。ここまで出ました。レスリーに似たコントロールを使いました。これは手が上がったか、強く上がったの、はい、シーソー手が上がったそうです。犬は速いですけど、いいクロスがあります。危ない。ポルトガル部屋です。ここからしばらく見た、これは大阪の戦国の息子といい勝負だぞ。さあ出ました。どうして犬反対向いてたのかな。この人ハンドルを手抜いてます。すごい手抜いてます。最後リトアニア、はい、リトアニアのエルナ、リトアニアです。エルナ、エレン、エレナ、リトアの、リトアニアのエレナです。手は上がってない、上がってないです。トンネルに入りきりませんでした。拒絶が一つきます。かなり感じきてたんですけど、ね、デンマーク、サラ・ローレンツのワンミスグループ。サラボールが起こったんです。会場、さあサラどこまでタイムを出してくるでしょうか。ここまで離れてます。おーっと A ランプで止まってしまいました。これは大きくタイムロスです。南アフリカです。失格一つ組に入りました、個人のラージの決勝です。失格してしまいました。ポルトガルのルイスです。
mamma. Eh, ランプの下り手が上がりました。タイム37秒59です。南アフリカのメタボです。この人はラージを初めてだろ。こんだけメタボなら見覚えがあると思う。A ランプのこだわりも手が上がりました。はい、1.80。コロンビアです。コロンビアです。犬が先にスタートしました。6億遅れてしまった。下りに手が上がりました。A ランプも遅れてしまいました。タッチ取られてダブルも落としました。3ミス、拒絶しました。4ミス。オランダです。ワンミスグループが延々と続きます。出て、OK、最後、よし、いいぞ。ここまでのところは
完璧です。うまい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 。OK、タイム37秒23です。ラトビアです。スベトラーナ、クリスティナ。2のハードルをすり抜けてしまいました。初めてのケースです。いやいや雑なハンドリングですね。ラインに入り込まない、ただ回してるだけです。タイム41秒61。そしてビデオのテープここにあるからちょっと用意しておいてくれ。もうビデオのテープかなと思って休憩するはずだけど、このワンミスが全部終わったら休憩になるから。さあスイスの街に出ました。ここまでリードアウトします。さあアントニオさんがどんなハンドリングするか。駆け抜けのシルビアがどこまでタイムを詰めるか。リシャが逃げ切るのが大変興味深い個人ラージの決勝です。おーっとマジ A ランプ思いっきり飛んでしまいました。おーっとタイムは取られてませんがミスが一つです。珍しいコントロール使うから。なんだろうこれは。すごいぞこいつは。いやいいキャラだなこれ。これはいいキャラだ。これ誰だろう。おかしい。やめたって書いてあった。たまに綺麗に直してるの。さあカナダです。スザン・ギャレットの1投目です。スザンは1投圏内に入ってます。29秒台だうまいね。さあタイム出そうだぞこれは。犬がもう追い切れないぐらい早い。タイムタイムじゃないまだ慌てたぞ。ベストラップか。
ここまで入り込みましたラインに。ここもちょっと入りすぎだろというぐらい入ってます。さあここをどう処理する。これも入ります。うまい。さああんまり入りすぎてこれタイム上がらないぞ。これタイム9. アメリカです。さあ出ました。スラロームの入りを失敗してしまいました。アメリカらしからぬミスです。エランプの下りも手が上がってます。アメリカがコンタクトを手上げるのが大変珍しいです。ダブルバーも落としました。ボロボロです。コロンビアです。ロックウォークの下りを裾巻きながら手が上がりました。大変遅いタイミングで。これは上がった。どうかセーブ。Aランプは OK。 ダブルボールを引っ掛けてしまいました。ターンを奪います。スウェーデンのベロニカです。さあここまで完璧です。タイトル取りました。さあちょっとスピードが落ちてしまったか。どうだ、大丈夫か。おーっと少しずつロスがあります。タイム8秒26です。
コロンビアのアルバーロ、アルバーロさん、アルバートさん、アルバーロです、アルバーロ、アルバーロさん出ました。目の前に見えた、笑っちゃいけない。ピーボクサーで行ってみよう。まだミス 1? はい、まだミス1です。もうちょっと、まだまだ、あとチェコです、あと6、7走ですね。ミス1グループが続いてます。もうちょっと続いてみたいな。グレグです、イギリスのグレグ、グレグをアミュースしてます。はい、遅れてしまったぞ。リアスイッチャー、圧倒的にフルですよね。さあ、かなり飛ばしてます。タイムどこまでいく、どうだ。35秒を4秒まで持ってきます。フランスのステファンです。どうだ。36秒の号です。ベルギーのサリー・アンドリュースです。ワンミス、これも、はい、ワンミスです。ワンミスグループがそろそろ終わりになります。ノルウェーです。ノルウェーのアンヤ、ミスが一つですが、ジャンピングすごく速く走ってます。ジャンピングは29秒台で走ってます。ロックホークの下り手上がりましたけど、この人上
すごい遅いの。花火間延びしたタイミングで手が上がりました。ドックの下りは手は上がりましたけども、おっとダブルバーも引っ掛けました。アウトコントロールですからね。タイム36秒97です。ポルトガルです。ワンミスグループは終わりました。この犬からタイム減点グループです。横奥の下り手が上がりました。タイム減点は何といるんでしょうか。タイム減点組です。この犬を入れてあと4ポイントです。タイム減点組、その後これが何席、これは何席、50です。50席、はい。ジャンピングの50位です。残り50頭までいます。まだまだ表彰台の争いにはなってません。犬は結構速いんですけども、ハンドリングですね。ポーランドです。タイム減点組です。エストニアのボースなんです。ナタリア、さあ出ました。あ、一歩の間隔は大きい。上りは OK です。下りは上げられてしまいました。チーム戦でも上げられたかな。巨大です。今大会一番でかいんじゃないでしょうか。エランプの下りは OK です。さあ、ボースロン最後まで来ました。はい、エストニアです。タービレンです。タイム限定組はこれで最後に、タイム限定組はここまでです。さあ、時間のかかるコントロールを使います。
トロールだ。ヘランプは思い切り飛びました。ヘランプトロールね。さあ、こっからノーミス気味です。46度続きます。ノーミス気味まずトップバッタースペインです。スペインのアントニオ・モドキさんです。ここは細い。この手を非常に特徴的な手の使い方します。アントニオ・リュー・ハンドリングです。クロアチアのテリコです。テリコ2頭ノーミスで持ってきてます。若いボーダーの方がタイムを打っています。ちょっとゴールに引っ張られました。さあタイムです。41秒6はこの時点でテリコがトップです。ランジルのアドさん、ブラジルのアブさんです。早いね。かなりのスピードです。いいコントロール使います。うまいね。さあタイムはどこまでになったでしょう。どうだ。38秒13。デンマークです。これが何位？これが43です。まだ43と言います。ノーミスグループ始まりました。今のところアブさんトップです。ノルウェーです。ノルウェーのゲイヤン、ノルウェーのデブです。Anche questo mi dovrebbe andare.
かなり警戒しながら走ってます。ちょっとタイム伸びないか。どうだ。ブラジルです。ジョゼ。6億の下り、手が上がりました。A ランプの下りも上がってます、ジョゼ。この人40何位？この人40位です。ちょうど40位です。あと40頭います。ノーミスグループ。アブさんを抜いてトップに行くかな。そうだね。どうだ。40秒ないと行かないよ。スロバキアです。さあ出ました。スロバキアのフィリップだ、これ。あ、この人、そうそう、2頭出してるんだ。さあ、いいぞ。さあ、どこまでタイムを出してくる。どうだ。ハンズフリード、オーストリア、ハンズフリードです。さあ出ました。チェコのオルガです。違う行ったのもすっごいラインを作ってきます。かなり意欲的に頑張りました。チェコのオルガ、今日はブラインドクロス、ハイトターン、もうテクニックの限りを尽くしてタイムを稼ぎに来てます。いいね、いいぞ。もう少しアストラインに入り込むか、採掘すべきでした。残念。36位です。ジャンピングの36位、イタリアです。
スピードに乗せて来てます。オーソドックスのハンドルなんですけど、おっとちょっとオーバーランスしました。どうだ、ブラジルジョゼの2投目です。ちょっと遅れたぞ。1投目はツーミスです。1投目ツーミス、スロベニア、ちょっと膨らんだ。あ、そうそう、スロベニアのこれ感度のいいブルマールのボールませんでした。かなりスピードありますよ。さあ、スペインのオスカさん、オスカさん出ました。さあ、アントニオ・リューハンドリングです。今日はもう5本機がかなりいい位置に残ってます。オーバーと勘違いしたんでしょうか、犬が。スウェーデンです、マリ。個人ラージの決勝残り30とちょっといます。アメリカです。残り30とちょっと、個人ラージの決勝。アウトコントロール使いました。おっと、素晴らしい。ここまでは一番タイトル。さあ、今度もうここもタイトルに来てます。さあ、ここ奥の素晴らしいです。これはタイム出そうだ。さあ、最後の処理、最後の処理、アウトでコントロールします。さあ、タイム出そうだ。どうだ。さあ、なんと何位、30位、さあ30位です。そろそろ表彰台の争いっぽくなってきました。ジャッジがすごく邪魔な位置にいた。ハンドラーとんでもないとこ行ってしまいました。
A ランプに行ってしまいました。失格です。残り29頭です。スロベニア、今のところアメリカのハンドラーがトップにいます。35秒52でトップです。お、えらいのこそ計算が早くなったぞ。さあ、この人もかなり意欲的なハンドリングをしてきます。35秒52まで持っていけるでしょうか。どうでしょう、どうだどうだ。37秒かかってしまいました。さあ、残り28頭です。ベルギーです。35秒63。切ればトップです。はい、急いでした。勝負に来ました。一つコンタクトが遅いようです。35秒63、切れるでしょうか。どうだ。残り27頭です。南アフリカのエルソン、35秒66を切りますとトップに行けます。おーっと、トンネル入りきりませんでした。さあ、これから面白いハンドラーが続々と登場します。クロアチアのアレンです。さあ、アレン久々に上位に来ております。あー、出ました。35秒77を切るとトップに行きます。75を切るとトップ、あ、ドッグホークの下りで上げられてしまいました。アレンらしい。残り25頭です。ポーランドです。35秒82を切るとトップに行けます。ちょっと遅れたぞ。こんなに遅くて大丈夫か。際どいところで飛びました。さあ、35秒82切れるでしょうか。ちょっと無理だな、これは。38秒19です。
残り24頭です。オランダのまずトン、さあそろそろ35秒89です。表彰台の争いになってきました。35秒89でトップに行きます。はい、残り23頭、ハンガリーのアナ登場です。あー、ここから面白いハンドルばっかり出てきます。あ、タイム何秒だったっけ。35秒92でトップです。35秒92を9とトップに行きます。残り22頭です。35秒97です。スイス35秒97でトップに行きます。とってもタイトなターンだ。OK です。うん、うまい。さあもう一つ、さあ最後のターン、いかに綺麗に回せるか。はい、どうだ。残り21頭です。イタリアのアンドレアさん、35秒98です。35秒98でトップに来ます。さあアンドレアさん出ました。あ、いや、すごい速く、すごい、ちょっとだけどロスだ。とんでもなく速いこの子だ。 OK です。手上がった、シーソーの下り手上がりました。だいぶクレーム出てます。うちの隣からイタリア席です。さあタイムはどこまで行くんでしょう。マブルバーを引っ掛けてしまいました。タイム37秒しか出せませんでした。さあ完全に圏内です。残り20頭、シーラスブークの登場です。36.3 です。さあチャンピオンの争いが始まります。36.3 秒、どんな走りを見せるんでしょう。36.3 です。36.3 でトップに行きます、シーラスブーク。ここまで入り込みます。ここはどこまで入る、ちょっと待って、すごいすごいすごい力が入っております。おお、すごいタイトなターンだ。 OK、 ここもいいぞ。さあどこまで行く。会場シーンとしてます。声入りました。さあどこまで行く、どこまで行く、どうだ。スタート OK と OK になってますけども、身動きしません。スウェーデンのジニー 36.1 あんまり遅かったらさ、これ言えばいいんだ、早く言うよ。この人3回走ったら誰か1人走れるんだ。さあリードアウトします、スウェーデンジニー。出ました。
致命的なプレーです。アウトコントロールを使うタイミングしてます。転入してます。さあここはどうです。どうした。From France with Christelle Bouillot, I'm good. Christelle です。36秒。36秒以上のタイムを出すとトップに行きます。さあ、いかに冷静に走れるか。ゴーラツェルコ、優勝争いの圏内に入っております。36秒17を切るとトップに行くことができます。非常に感度のいいスピードのあるボード、早く行け。お、脚力あるぞ。ちょっとコンタクトがプレッシャーだった。うん、いいぞテルコ、脚力のテルコです。さあ、ボーダー、さあ、コンタクトを選ぶ。飛んだ、手は上がらない、上がった上がらないです。上がらなかったら、大儲けです。さあ、かなり攻めて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 来たぞ、どうだ、タイム36秒。あー、トップには立てませんでした、テルコ。スペインのロドリゲスです。16位だったっけ。はい、16位が3頭います。36秒17を切るとトップに行きます。スペインのロドリゲスさん。さあ、本家アントニオがまだ残ってます。アントニオさんはどんな走りをするんでしょうか。独特の手の使い方です。ちょっとずつ時間かかってるようです。36秒17を切るのはちょっと難しいんじゃないか。どうだ、タイムどうだ。さあ、残りは15頭になりました。誰もアメリカのタイムは破れません。36秒が切れないと言います。この人はフランスです。フランスのジェレミー。36.23 です。30… グレゴリー。あ、これすっごくコントロールのいいフランスの若いハンドラーだ。さあ、こいつはとんでもないコントロールを使います。どうした、もう落ちちゃった。なんか当たったみたいです。手は上がった。上がりました。あー、2つ、はい、2つも上がっちゃった。バーが1本落ちて、タイム、タイムは足りてますが、バーが落ちてしまいました。前がルーディーです。あ、ルーディー、はい、14位。はい、14位です。ジャンピングの14位です。さあ、もうラージ、個人ラージの決勝は今真っ只中です。14位、クロアチアのシェパード登場です。36秒26を切るとトップです。おい、急げ。あんまり急ぎすぎた。
starter at Aizenov Ufa. Next up is Turkey from Russia. Julian Malenki. Julian. ロシアです。残り13と 36.34 でトップに行きます。ちょっとロスだ。さあもうわずかのロスが命取りになります。うまいね、この辺はコンタクト OK です。さあ、ここに入った。タイムさあ、36秒切れたか、どうだ。17ではダメです。さあ、本命の登場ですけど、シルビア駆け抜けがちょっとこれは不利なコースです。困ったシルビア、どうするでしょう。ここで前へ行きたい、前へ行きたい。うーわー、どうする。うーん、OK です。36秒36でトップです、シルビア。素晴らしい。さあ、ハンドリングはもう完璧だ。さあ、A ランプは駆け抜けが有効だ。いいぞ。さあさあ、これはトップいきます、トップいきます。このままならトップいきます。ちょっと遅いぞ、どうだどうだ。36秒です。この時点でシルビアトップです。これはシルビア優勝だな。イタリアです。残り10頭、はい、さあ残り10頭です。さあ今度はどこまでタイムを出せばいいんだ。 36.25 です。36秒25出しますとトップに行けます。34秒台って言ったんだよ。はい、ジャンピングの10位です。イギリスはここにいました。35秒64です。35秒64でトップです。さあ、イタリアがいいタイムでトップに入ってきました。素晴らしいコントロール、スラロームの入り早い、この辺の早い。さあターンさえコンタクトは絶対だ。さあ、行きそうだな。俺もかなりのタイム出るぞ。さあ、タイムかなりのタイム出るぞ。どうだ。おかしい。さあ、一走ごとに順位が入れ替わってます。この人、ここまで行きました。35秒54でトップです。手は上がってません、上げれませんよね。うん、タイトのターンだ。さあ、おっ、 A ランプ飛んでしまいました。9位、8位、8位です。さあ、8位です。残り8頭、フィンランドです。
今のところイギリスかなりいいタイム出しました。 36.11 です。 36.11 でトップに届きます。あ、違う、まず 35.64 です。 35.64 です。おー、ちょっとだけど遅いぞ。遠隔で離れたのはいいんですけども、離れたおかげでスラロームの通過が遅くなってしまいました。スピードが落ちてしまいました。あ、これダメなの。もノーミスでいってもこれはちょっとスピードが落ちすぎてしまいました。タイムが出ないんじゃないでしょうか。さあ、本家アントニオの登場です。アントニオさんのミラクルなハンドリングどんな風になるんでしょうか。さあ、出ました。おお、よれてるよれてる。どうだターンは。Aランプにすごく上がりました。やると思った。アントニオさんしっかり楽しませていただきました。フランスのシェリー6位です。ジャンピングの6位の犬登場です。さあ 35.73 です。 35.73 でトップに行けます。大変落ち着いてますこの人。ちょっとずつロスしてます。さあ、タイムはどこまで来るでしょう。あーっと、なかなか引っ掛けてしまいました。タイムはどうだ。36秒台です。カナダのスーザン・ギャラットです。残り5頭という段階で登場しました。35秒。 35.79 です。 35.79 を切るとトップに来ます。もうタイム的には楽々いけると思います。おーっと、破綻しました。これ拒絶の手を上げました。コンタクト、走り抜けも止めることもできるはずなんですけども、安易な指示を出してしまいました。とんでもない。この人もコントロールを使うんですけども、もったいない。生かしきれませんでした、コントロールが。なんとでもなったはずですけども、ダブルバーも落ちました。タイム拒絶一つの37秒台です。さあ、ジャンピングの4位です。35秒88を切るとトップに来ます。ロシアです。公式トレーニングではとんでもないコントロールを見せていました、ロシア。さあ、走ります。いいコントロールだね。手は？手はセーフでした。すごいコントロールを使います。さあ、どうだ、タイムは。タイムはどこまで行く、どこまで行く。35秒。あーっと、生まれ去った。どうだ。38秒台で全然なるほど。3席、3席です。ジャンピングの3席、ロシアのナタリアです。タイム 30?
35秒92です。35秒92を切るとトップに来ます。それほど難しいタイムではないと思います。このレベルになると、おっと、6ウォークの下りだいぶ遅れて手が上がりました。もう遅すぎるわ。もうちょっと早くなんねえよ隣は大受けですさあフィニッシュのこの270度の旋回でだいぶタイムが違うみたいです。どうだ。さあ今のところイギリスがトップにいます。フィンランドです。ジャンピングの2席、トップに行けるのは、チャンピオンを取るのはこの人か、昨年のチャンピオンのリサか、代わりに1人です。おーっと、これでフィンランド消えました。さあ、あとはリサ・フリック、ただ1人になってしまいました、昨年のチャンピオン。昨年のチャンピオン、この人一人になってしまいました。チャンピングトップ 36.35 です、36.35 でトップだそうですが、まあノーミスで走ればもうトップに行くでしょう。とんでもないコントロールを使います。会場シーンとしています。完璧です。ちょっと余裕があるのこの人。さあ来ました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 、あと2つ。タイムはどうだ。